皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、大工の不読みですが、今回はここのピアノになっている部分から見ていきたいと思います。はい。えー、弦の低音がこうなっていて、そのままそれをこう重なるように続きを 木管が鳴らしているというのが4小節ぐらい続いています。はい。そうですね。そして中途半端なところでティンパニが入っているというのも面白いところですね。はい、で、えー、今度は4小節終わった後は4小節こう、えー、弦の低音がこう、えー、分散和音でで、ビオラが ずっとこう弾いていてでえー、第1第2のバイオリンで交代交代で弾いていくというようなことが行われますそれ4小節ですねまだ続きますその時に木管も重なっていきますはいこのビオラを弾く時に木管が重なるという形ですねはい そしてそれを続けてそこから全体が全体がピアノからクレシェンドへ行きます。はい。クレシェンドで行きます。弾くフレーズも変わります。チャカチャカチャーのリズムとチャーチャチャチャのリズムで木管と、えー 弦がままるっきり分かれますはい。今回はここまでにしたいと思います。はい。こっからフォルテで続くんでね。はい。全く別の感じになるんで。はい。では、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。